ランジェリーです。イエーイ。ドルフィンドルフィン10周年おめでとうございます。イエーイ。最後ですけどぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。We'll be right back.
いつもデランジェのコピーをやってるんですけど、今回はですね、玉木さん10周年ということで、僕、玉木さんと僕はですね、同い年なんで、実はですね、中学、高校、バンド生活をやった、その時の思い出の各地のコピーをやっています。皆さん、あと2曲か、それぐらいですけど、よろしくお願いします。ちょっと、ドリンキング、ここのドリンキング、モテキングドリンキング、知らないよ。オンブラムスユチ、オンブラムストーマン。オンボーカル違いです。トンギターシーガI'm gonna go get it.
なんと、もう最後の曲になるので、ちょっとあえてデランジをやらずにスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。今回の主催、そして主催の主催かぶってかぶってココちゃん、みんな今日遅くまで本当に付き合ってくれてありがとうございます。みんなとホットタイムさんもね、だいぶ延長してます。すみません。またありがとうございます。今回ね、10周年ということでやらせてもらってるんですけど、本当ね、10年ってすごいねって言われるんですけど、全然すごいことなくて、もうただただなんとかかんとかやってこれたような10年で、本当もうやめようかなって思ったことも2年ぐらいあったりとか、いろいろ悩んだ時期もあって、でも今日こうしているようなイベントでね、皆さんいろんなバンドの方々とかね、お祝いの言葉もらったりとか、自分も一緒にやらせてもらったりとかして、まあ拙い演奏ですけど、すごい、この時のためにやってきたのかなって思うぐらい本当に幸せな時間でした。ありがとうございます。なんかね、もう10年やってると最初の時のお客さんとかね、なんか残ってる人も少ないんですけど、なんかやっぱりいろいろとね、みんなやっぱり寂しい思いとかも僕はするんですけど、やっぱりそれぞれのね、生活があって、その成り立ちというか移り変わりもあって、なんか最初は寂しい思いばっかりでいたんですけど、みんなやっぱり自由でいいんじゃないかなってすごい思うようにした時にすごく楽になって、だから僕もみんなも自由に生きて、そして今があるんだと思うと、すごい絆というか、ね、そう、まあ今残っている人たちはすごい絆があるって言いたいんだと思います。ちょっと面白いこと言ってください。大丈夫ですか。自由の歌を、はい、ということで、そんなみんなが自由でいてほしいっていうような歌を歌います。聴いてください、セーフリー。
Yeah!